初めて入りました私。いやーおしゃれですよ。見たいですか？すごい。ちょっとの部屋みたいです。サロンですね。サロン。どんなお店ですか？ここはイギリスのカラーセラピーをするお店になっており、そこに並んでるカラーボトルを使っていきます。直感でどのボトルを選ぶ。色彩心理に基づいて選んだ色からその人が今どんなことを思っているのかっていうのを見ていく自分探しのセッションになります。選ぶときは、はい、直感の左手と呼ばれてます。そう、左手でボトルのキャップの部分を持ちます。この色の組み合わせ好きです。これ薄紫に薄ピンク、あとは赤黄色。じゃじゃーん。はーい、2本目でーす。じゃあこれ。綺麗。これと、これ。挟むのは全部ピンクだ。あ、本当だ。下がピンクだ。どんな診断が出るのかドキドキです、私。